はいどうも、エーテポンゲです。猫島に行きましょう。うん、ちょっと、入っちゃってるよ。キリトさん、行きましょう。行きましょう。猫島。巨猫の島。さっき、あったよね、あの看板で。うん。右が、大島で、左が猫島って出てたんで、あっち。左側ってことだね。これ間違ったパターンだ間違ったパターン。もっとさ、もっとかっこいい装備エテモンしたいんだけどな。うん、なんかまだなんか旅パ感が出てるよね、やっぱり。うん、旅パだよねこれ。うん、装備が旅パだわいや、この武器はね、あのポクテさんがくれたんだけど、超かっこいいでしょ。うん、これ吹雪の斧って言うんだけど、うん、超かっこいい。もう一個ね、ランク上がったら、ランクというかレベル上がったら、あの赤い方の吹雪の斧が持てるんだけどね。うん、さあ行きましょう、巨猫島へ。よし、大トラ。あ、じゃあもうずっとまたさっきみたいに下にガッと降りて、途中左、じゃあ左の壁用意沿いにね、向かえばいいね。うん、左の壁沿いに向かおう。そうそう、あのドラゴンクエストのさ、あの5もね、今実況したいなって思ってんやけど、あの5の縛り実況ね、うん、あのモンスターだけでクリアしてやろうかなって今考えてる感じです。うん、モンスターのみでねクリアしてやろうではないか。まだちょっといろいろ考え中だからやってないんだけどね。うん、前半はね、とりあえず馬車を手に入れるまではモンスター仲間にできないので、そこまではささっと進めてから取ろうかなとか。ああ当たったもんブーピックじゃない、トンブレロ、この野郎。よし、そうそう、あのね、あの眠れない夜シリーズとしてね、うん、やろうかなって思ってますけど、もうポケモンがね発売されるからね、うん、そうも言ってられないんだよな。ポケモンやりたくなっちゃうから。うん。だって、もう今日予約してきましたもん。だってポケモン。今日予約してきました。あ、マギルさん。ういっす。当時のおかげで、あ、はい。お願いします。はい。うん。もうオメガサファイア、予約してきました。うん。やっとね、あの V とかね、そういうのも理解したので、やっと楽しめるかな。ここ最近にやってやっと 6V とか努力値とか種族値個体値とか理解し始めたのでね、うん、フルにポケモンを楽しむことができるようになりました。うん、だからちょっとポケモン実況楽しみにしてね。よいしょ。ずっと下の方だね。ほんと猫いっぱいいるね。ニューベース。なんだ君。敵？あ、敵じゃないよね。びっくりした。うん。なに？子猫を返してきただと。子猫とはまさか我々が探していたジュニア様のことではないのか？ならばこの島の奥におわすキャットマンマー様にお会いに行くがよい。了解。やっぱ探してたんね。うん、おにゃ、貴様から猫の匂いがプンプンとするのにゃ。まさかこの匂いはキャットマンマー様の。敵じゃないみたいね本当に猫の楽園だねここは。うん、
そうだね、プリズニアもそういや猫だね。これは敵？これは、あ、敵敵、これは敵、うん、ジャガーメイシ。いや、ほんと楽しみだ、ポケモン楽しみ。こっち、ニューラ、ちょっと喋っていこうか、一応。ほい、お前なんなにゅー、なんなのにゃ。この先に行っても、大きな泉が、湖があるだけで何もにゃーよ。いや、あの、猫のあれがあるでしょ？嘘つかんとって？そうやって惑わすような嘘つかんとって？これ敵、これプリズニア。プリズナンは確か DQM のジョーカーの時にやたらとあのブオーンの出てくるところでやたらと追いかけ回された記憶があるわ。あれこっち、え、行き止まり、うわーし、うわーうわーやられた、本当に湖しかねえじゃん、やられた。あいつ正解やったやん、行き止まりやん、こっちだって正解やん。あの子めっちゃいい子やったやん。波乗り持ってないからあそこ行けないわ。波乗り持っとったらいけたんやけど、ちょっと悪いことしたね。うん、あいつだったっけ、ニューラ、ニューラね。うん、すまんすまん、繋がってないんだねこっち左側の方からまっすぐ降りていこう。うん、こっちこっちこっち、よいしょ。あとは一本道だね。うん、分かれ道あるけど全部つながってるからまっすぐ降りていきましょう。けどやっぱりマンマーっていうね、この猫の女王様が、女王様の子供なのかな。うん、ってことは普通にボス戦とかなさそうだな。うん、モミャーモミャー、なんであんたから猫の匂いがするのにゃ、見た目は変だけど猫なのかにゃ。この先の巨猫の巣にいる女王キャットマンマ様に会ってご挨拶をしなきゃいかんにゃよ。はーい、猫人なんでね、手は。うん、やっぱ犬か猫かで言ったら猫がいいよね。ね、うん、猫派です。はい。うん、犬か猫で言ったらやっぱ猫の方がなんか自由気ままな感じがして好きだな。うん、ほい。呼ばれる場所、用があるのなら止めはしないが、マンマー様と、その片腕たる、リベリオ様は今わけあってお忙しいところなのだ。手を煩わせてはならんぞ。うっす。ちょっと色違いの猫が増えてきたね。ね、猫派、猫派だから通して。うん、でタケノコかキノコかで言ったらタケノコ派なんで。うんこっち、これはキャットフライか。こんなぐらい、こんなもんだったっけ、猫系って。もっといなかったっけな、なんか人が入り込んだじゃん。このことをご報告に行くべきか行かざるべきか、それが問題。ギャッギャッ、これ何なのこいつ。ベルガン、ベンガルクーン、ベンガルクーン、初めて見ます。え、燃料切れ。いっぱいあるよ、ドルセリンは。ドルセリンいっぱい買ったもんだって。30個ぐらい買ったから。意外といいねするからね、ドルセリン。1個500円だったっけ。うん。結構高いんだよな。で、キラーパンサーとかにも乗りたいんだけど、なんかあれは、ね。
ログインの日数でもらえるみたいね。よし、こっち。で、キラーパンサーも、は、無料というか、燃料いらないかなと思ったら、やっぱいるんだね。うん。ただってわけじゃなかったね、あれも。はい。到着。うわー、ごっついネコル。キャットリベリオよ。わらわの息子ジュニアはまだ見つかるのぬかぬぬえ。申し訳ありませんにゃ。ですが、ウェディどもの仕業に決まってます。あやつらの町のあたりを探らせてますが、なかなか尻尾をつかめませんで。何者にゃ貴様。ここがこの猫島を治める女王キャットマンマー様のお部屋と知っての牢関か。マンマー様は今ご子息を失って大いに心を痛めておられる。お慈悲のあるうちに立ち去るがいいにゃ。エテポンゲン先を越されちゃったが、こっちの荷物の方が重かったってことだな。もうなんかちくいちかっこいいね。うん。貴様らウェディの連中か。勝ち込みなら返り討ちにしてやるよ。勝ち込みって慌てんなよ、豚猫。俺たちは届け物に来ただけだ。だけさ、豚猫だと。貴様ら、俺の剣のサビにしてやるや。松が良いキャットリベリオ。お、マンマーは、ちょっとは話ができるようだね。キャットマンマーさん、しかしこやつら。待てと言った。はぁ、あ。ち、覚えてやる。後でやつ先にしてやるからな。そこのイケメンのやつ、そなたたち何用でここに来たのかい。俺たちはあんたらのお仲間を返しに来てやってんだ。おやてポンゲ、あのチビ猫はこのデカ猫に見せてやれよ。どうしようかな。やっぱここは断っとくか。なんか嫌だもん。いやいやいや、またこれ外に戻されて、頭からはそのまた会話見せられるのは嫌だから、素直に見せておこう。はい、どうぞ。何？それは、その目、その顔、その愛らしさ、見まごうははずもない。まさにわらわの息子ジュニア、よくぞよくぞ生きてきてくれたらら。さあジュニアを我が元に返してやれよ、エテポンゲ。ちょっと待ってにゃ。貴様ら、なんてことをしてくれるにゃ。俺様の計画を水の泡にする気や。計画とな。シャッター。なるほど、こいつがあの黒幕だね。わざとこいつがなんか海に捨てたとか、そうやってこいつがあのこの王位を狙っていたというわけだね。うん、バレちまったら仕方ない。こうやって全部バラしてやるにゃ。計画っていうのはね、まずはあんたのジュニアを海に流し泣き者とすることで、そして気落ちしたあんたを葬りや、次のボスのさ、めでたくこの俺様に待ってくるのに。リベリオ、そなたなんということを。その計画も貴様らのせいで失敗にゃ。こうなったら力をしあるのみ。まずは貴様らからだ。ジュニアとマンマーの始末はその後にゃ。こいつはやべえぞ、エテポンゲ。チビ猫をこっちによこせ。エテポンゲはヒューザーに子猫を取り上げられた。俺はチビ猫とソーミャを守る豚猫の相手はお前に任せたぜ。わかった。しっかり守ってやれよ。豚猫って言うにゃ、血まつりにあげてやるにゃ。さみだれ切りかな。さ、返り討ちにしてやろうぜ。サクッと倒しちゃおうぜ。さあ行こう。トークキロストアタック。まずはこいつのテンションを下げていこう。よいしょ。ちょっとめっちゃ押される。刃砕きで攻撃下げよう。
背中の剣は飾りか、こいつ。背中の剣は飾りですか。全然振り回しませんやん。あ、終わった。つえー、メラゾーマつえー。はい、リベリオの丸焼き完成です。767ポイント。うん、32秒や。強すぎ、ワロタ。うぅ、貴様のようなやつにこの俺様が負けるとは。ジュニアだけでも道連れにしてくるんや。今度からどうしようかな。強すぎるな。うん、ちょっと強すぎるからちょっと考え直そう。うん、ある程度のレベルまで、ちょっと得手の適正レベルまで落としてパーティー組むことにしようか。さすがにね、うん、オーバーキルもいいところだよ、ほんと。強すぎ。こうなったらジュニアだけでも。でよー、あー、いやー、かっちょいいねー。あんた、筋が通ってねえな。かっこいいわ、こいつほんと。猫を殺しちゃいけねえってな、死んだじいさんと約束してるんだ。今すぐここから消えな。ほら、お前の出番だぜ。でも、ヒューザー兄ちゃん、この子は私の家族。親がいない寂しさ、お前が一番よく知ってるはずだろう。その寂しさを知ってるお前がこの子を親から引き離したままにするのか。そんなこと。いい話や。いい話すぎる。幼きウェディの者よ、そなたがわらわのジュニアの命を救ってくれたのかい。この子は町の港に流れ着いていました。私、この子は捨てられたんだって思って、私の家族にするつもりだったの。ごめんなさい。謝らなくてよい。すべてはわらわの愚かな配下がしたしでかしたこと。そなたに落ち度はない。うん、そなたはジュニアにわらわと変わらぬ愛を捧げてくれたのであろう。ならばわらわは礼を言わねばならぬ。この子を返します。ええー、子や。うん、ええー、子や。ありがとう、わらわの息子。もう話さぬぞ。ええー、話や。礼を言おう。うん、よくぞジュニアを届けてくれた。そなたならのおかげでレベリオの暴挙も止めることができたのだからな。時にそなたはヒューザと言ったな。なんだよ。わらもな、先代と約束したのだ。ウェディの者を殺しはならぬとな。統一代我らキョネコ族の勇士とウェディ族の勇士が手を取り合い、強大な悪と戦ったことがあるらしい。そんな話はにゃ、話にゃ興味ないな。かっこいいこと言うぜ、おいちゃんだ。かっこよすぎてもうムカつくわ、ほんと。だが、わらわもその約束は守ろうと思っているのだ。とはいえ、わらわの意に沿わぬ者もいるだろう。そなたらに、敵を向けるやも知らぬが、そのような者は好きにして構わぬぞ。用は終わったし、帰るしようぜ。町長に報告に行かねえとな。うん。別れってのはさっぱりやるもんだぜ。ほら行くぜ。そうみゃそうみゃ。さよなら、私の。さよなら、ジュニアちゃん。うん、栄光に育ってくれ。もっと、なんか落ちてる、なんか落ちてる。何これ、ふさふさの毛皮。あの豚猫のやつかな。豚猫のやつかな。うーす。
消えてせいぜいしましたぜ。あいつ俺たちをいいように攻撃使いやがって、本当もひげがプルプルしてたんですよ。この島に暮らすネゴマ族の間には数十年に一度だけキョネゴ族と呼ばれる種が生まれることがあるのだよ。それゆえ同胞の数は少ない。キャットマンマー様がジュニア様を愛する理由はそこにもあるのだろう。うん、はい、了解。いいね、いいボスだ。うん、いいボスだ。じゃあ帰るか。うん、戻ろう。ルーラー使えるよね。はい、